ね、NHK 党のガーシー議員が、まあ、懲罰委員会にかけられるということなんですけども、まあ、ガーシー議員にして言えばね、あの28万8000人の票を得て当選してるわけなんですよね。で、これがどういうことかっていうと、28万8000人の代表をしてるわけなんですよ。で、その有権者との約束は何かっていうと、日本に帰ってこなくていいから、だからドバイもしくは海外でね、自由な活動していただいて、その中で芸能界、それからマスコミ、政治界、それ政治界ですね、政治界隈、それから起業家、こういったものの闇の部分、私たちには出てこないね、それこそプチエンジェル事件みたいなのもあったわけじゃないですか。ああいったものを中心とした闇の世界の情報を安全な海外からどん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 暴いて、この国をもっともっと良くしてくれってことと、結局国会議員らしからぬ活動をしているってガーシーに言われますけども、時代がどんどん変わって新しい常識になった時に、あれが国会議員の新しい形っていう風に捉えることもできるんですよ。つまり今までなかったような国会議員としての活動じゃなければ、もうこの国はね、変えられないってことなんですよ。いわゆる、まあ、どっから見ても国会議員みたいな人はね、不正とかね、政治資金規正法とかね、で詐欺とか賄賂とかばっかりやってるわけじゃないですか。もしくは大した活動もせずに、自分の次の就職先をね、ずっと心配してるような個人的なこの利権に走ってる国会議員ばかりでしょ。でその中でね、やっぱりガーシーが言ったのは、あのわしが辞めることで国が良くなるんだったらいくらでも辞めたるでみたいなね、まあそういうようなことをね、勢いとはいえ本音だと思うんですよ。でもああいうことが言える国会議員って誰も言えないんです、いないんですよね。とにかく辞めずに済ましたいみたいなね。たまに国会議員が辞任したって言いますけども、役職を辞任しただけで国会議員としては相変わらず居座ってるわけなんですよ。そういった地味猛烈なね、あの国、国民に背を向けた国会議員よりも、私たちの声が直接届くガーシーの方が、まだなんかこの国を変えてくれるんじゃないかなと。NHK 党とか浜田参議院議員とか、直接私たちが声が届けられる、まさにね、メールとかでやり取りができる、あの、まあ、唯一の国政政党じゃないですか。令和新選組だって、それから自民党だって、立憲民主党だって、私たちもね、もう私も結構ね、あの事務所に電話とかして、名指しでこの人国会議員出してくれって言いますけど、出てこないですよ。そればかりが電話対応の人もよくわかりませんって言うばっかりで、まあ、のれんに腕押しですよ。一体いつ国民の声聞くんですかってことですよね。で、国会議員の先生方が私たちの目の前に出てくるときっていうのは、自分の主張を聞かしたいときだけなんですよ。私たちの声なんて全く受け取らないですよね。じゃないですか。小川淳也議員とかね。そうじゃないですか。結局は私たちの、国民に寄り添うというふうな入り口で入ってくるけども、そうじゃない方向にばっかり行くわけですよ、うん、小川淳也議員、またね、名指しして申し訳ないけど、何が消費税 25% だと。あの国会議員は頭を使って知恵を絞って、国民に負担をかけないように国民にケアをしていくっていうことをやっていくのが国会議員の価値のある仕事ですよ。でもお金が足りなければ国民から取っていけばいいみたいなね、うん、まあそういう発想ですよね、うん。だからね、養われてるわけなんですよ、国会議員っていうのは。そうじゃなくて、自力で自分のネタ情報で生きていくっていうことを考えた時に、まあ、ガーシー議員みたいな人がいなくなったら、また既得権益の好きな国会議員の出来上がりじゃないですか。だからやっぱりね、もっともっとね、暴かれてほしいなと思いますよね。汚いところはどんどん、週刊文春だけじゃないんですよ、暴くのは。日刊現代だけじゃないんですよ。本当に単なる国民が国会議員の地位から国会議員を暴く、これをやってほしいなと思いますね。それからもう一つね、あのガーシーには脅迫罪とか言ってるでしょ。でもガーシーは自分の YouTube チャンネルで好きなこと言ってるだけなんで、なんでわざわざそこを見に行ってね、嫌な思いをした脅迫罪だとか言うんだってことですよね。別にこれ国民共通の財産、地上波でやってるわけでもなんでもないんで、それこそ記者会見で言ってるわけでもなんでもないでしょ。だから個人的な自分のYouTube で喋ってるだけ、もっと言ったらガリューっていうすごくクローズドの会員制のところでね、言ってるだけであって、そこに情報を取りに行かなければいいですし、いわゆるゴシップ的なもんなんで無視することもできるわけですよ。それをわざわざ情報を取りに行って怖いからみたいなね、これはちょっと無理筋じゃないかなと思いますよね。逆に言うと、そのぐらい無理筋逮捕しないといけないぐらい真に迫ってるってことの裏付けだと思いますんで、多分ね、その私たちが知り得る国会議員の中でガーシーぐらい国民のために動いてる人はいないんじゃないですか。国民のためっていうのは、私たちの暮らし一人一人のためっていうよりも、この私たちの暮らしをぶち壊してる人を暴いてくれてね、でその人を失脚させるため、つまりこの浄化させてくれてるんですよ、うん。だからこの浄化作用をガーシー一人
NHK 党一人一つでやってるんで、ここは守っていかなくちゃいけないんじゃないかなと思いますよね。で、れいわ新選組だって中国共産党の関わりのことをずっと無視するわけじゃないですか。すごく危ない面も持ってるわけですよ、あそこも。で、自民党なんてのはね、やっぱこう、まさにその最たるもんですし、まあ立憲民主党なんてのはまさにあれですよ、中国勢力の、あの手先ですからね。まあ、卑怯な人ばかりがいるところですからね、あそこは。というふうに思いますんで、今私たちは、あの、悪のカリスマ、まさにね、ジョジョの奇妙な冒険でいうと、ディオみたいな存在ですよ。あのくらいのインパクトがなければもう変えていけない。もっと言うとね、ガーシー一人が国会をここまで動かしてるっていうのはすごいなと思いますよね。そのぐらいの力のある人がいますかってことですよ。ね。あの、小西洋之とかどうですかね、最近名前聞きます？蓮舫とかどうですか？しょぼいんですよ、ああいうのってのは。単なる自分の就職先を探してるだけなんで、そのためには、いくらでも犯罪するし、それをもみ消すし、片山さつきもね、悪党なわけですよ。全部じゃないですよ。全部じゃないんだけども、国会議員として私たちにメリットを与える以上に、私たちにデメリットを与え、知ってるのが、ああいった連中じゃないですか。それよりも、しがらみもなんもなくね、自分のことを捨て身で、死なばもろともみたいにやってくれるような人に、私たちは、やっぱこうかけていくしかないのかなと思いますけどもね。なんせ私の代表としてガーシーが国会議員やってるという面もありますんで、勝手に辞めさすなという話ですよ。まあもちろんね、私たちの声を聞いて辞めるわっていうんだったら全然いいんですけどもね。私たち28万8000人はガーシーにね、きっちり6年間任期を全うしていただいて、その6年間で評価したいと思ってるわけですからね。まあ、あのガーシーに投票しなかった人はガーシーの反面に回るんでしょうけど、それはもう当たり前のことじゃないですか。でもガーシー懲罰委員会とか言ったりとかね、ガーシーに対して反感を持ってる人、投票してないから当然ですよね。投票した我々は、私もそうですけどもね、あのもうこれしかいないと思って投票しましたよ。その他の国会議員の皆さん役立たずですよ、役立たずね、くだらないと思いますよ。とりあえず全員を排除することはないんで、まあそういうくだらない人間がね、もうしばらくいてもいいけども、ガーシーをつまみ出すのは、まあ国技に反するんじゃないですかと思ってます。以上です。